さんがいらっしゃるということで、コセに来てます。こんにちは、よろしくお願いします。早速その畑というか、どうやってあれを作っているのか、ちょっともし今見れます、それ。じゃあ、説明をしましょう。はい、ありがとうございます。あ、はい、じゃあ鳥が入ってこないようにこうやって網をかけてあるわけですね。あ、ちょうど私が160センチぐらいですけど、普通に歩ける高さになってます。あ、これシャインマスカットですね。わー、すごい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 。うわー、大きい。これいつぐらいに収穫できる感じですか？シャインマスカットも鉢植えにしてあるなんて言って聞いたんですけど、試作っていいですか？これ？やだ！これってちょっとそ、想像と違いました。え、どういうことですか、これは。棚の上に鉢植え？鉢そのものを見るとあれ、この小さな鉢でこんなに大きいなというようなことをおっしゃるんですがね、やはりあの成長するまでは、あの親の力を借りて、通常これと一般の人って、あの鉢の中を、もちろん鉢の中にも根は出ておりますが、それは新しい苗を鉢に入れるわけではなくって、ですからね、あのこれが秋になると楽、あの、まあ、もちろん収穫が済んで落葉しますね、それで来春、この木からですね、今年はこういうふうに芽が出るんですね、出れますね、で来年はこれをあの今年の秋に落葉してから剪定をしまして、先端をあの下の菊の鉢の下に穴がありますね、排水の穴が、そこから通しまして、であのそれは秋のうちにあの年内に仕込んでいくんですが、すごい手間じゃないですか。そうです、家族はもう年で危ないし手間がかかるから、やめなさいって言われてるだけで、ね、あの趣味で、こうでもそういうチャレンジしていくって大切ですよね。そうですね、何かやっぱりあの生きがいがないとですね、もう経営そのものは息子に依存してあるから、もう気は比較的楽だから、まあ、こんなふうなことを聞かないで、小泉さん、あの失礼ですけれども、お年は、もう恥ずかしいんですが90の大台に上っている、ちょっとどうして、そう、元気の秘訣を教えてもらっていいですか？もう、ね、最近あの腰が痛くて、だけど全然腰全く曲がってないですよ。脚立にも今バンバン乗ってましたけど、でもやっぱりそれがあのあれですか、あの健康の秘訣じゃないですか。あの無理してでも、あの朝若い人と一緒にあの仕事ができるということです、いいですね。いつまでもでも本当に元気で、あの私たちの楽しみでもありますから、ありがとうございます、またあの皆さんに少しでも喜ばれるようなことを、もう残り少ないですからやっていきたいなと思っています。